はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。極光回収企画パート16やっていきたいと思います。でね、今回がロッテ戦です。まあロッテがね、ものすごく最下位なんですけども、ものすごく最下位ですよ、日本語おかしいですけども、結構ねここまで、敗れると思ってなかったんですけども、ロッテがすごく調子が悪い状態ですね。まあ今回はね、東京ドームということで頑張ってやっていきたいと思います。うん。で、今回の先発は岡田投手ということで、前回ね、完封してくれたんですけども、あまりこう操作できなかったので、もう一回岡田投手でやっていきたいかな。相手が石川投手ということで、うん。まあ、いい投げ合いになるんじゃないかなと思っております。それでね、ちょっと采配で、別に、もう少し高山選手が戻ってくるからね、平野選手あげよっか。よーし。さ、じゃあね、ここで一応、あれ変えとこっか。うん。みんながね、ここで変えとかないといろいろと大変なので、サード、そうだね、まあこういう形でいいかな。よし、ファースト吉野部、5番早くね高山選手が帰ってくれる、来てくれることを楽しみにしてますね。今はねそういう状態であります。よし、頑張っていきましょう。ピッチャーは大丈夫かな。ピッチャー大丈夫そうですね。うん、しっかり投げてくれてるんじゃないかなと思います。じゃあ今日もチャンスピンチ操作でやっていきたいと思います。頑張っていきましょう。いや本当にね、一番いい3位というところを取れているので、まあ本当に願ったり叶ったりの状況かなと思っております。投手はいいか、野手、そうだ、おこえくん、わなちゃんが絶不調っていうのがねちょっと嫌なんですけど、どうしよっか。谷さん行こっか。で、こっちは、じゃ山崎選手行こうか。初めてだね。うん。よし、打順はね、じゃ吉野部1番行ってみようか。で、谷さん、3番ガッツだね。で、5番に平沢くん。1人6番。こんな感じかな。うん。まぁ、ちょっとね、あれかな。打線には若干活気はなくなりましたけども、頑張れ。いや、すげえ、今永くん。40ホールでまだあと1だって。めちゃくちゃ頑張ってくれてますね。まだ9月入った当初だからね。下手し50ホールぐらい行くんじゃないかな。楽しみですね。まあ、そろそろシーズンのね、動画も終わりということで。あとは、クライマックスシリーズの動画になってくると思いますけど。まあ、クライマックスシリーズはおそらく全試合取るんじゃないかな。いや、本当に負けられない戦いが常に続くような状態で。まあ、監督プレーはね、もう多分しないと思います。面白くないからね。なんかちょっと言い方きついんですけど、あんまりこう面白そう感じないっていうかね。わお。おっと。いや、最初から嫌な流れですね。バッターボックス、清田。さあ、待ってやっていきましょう。一応難易度確認しておきましょうか。わお、強くなったね。97のスピリッツ、打撃が85のパーフェクト。いやー、ここまで上がるとは。巨人の企画でもここまで上がらなかったですけどね。いや、だいぶ上がったね。前進。まあ、前進しても帰ってこられそうだけどね。ヒット打たれたら。156キロ。あれか。成長してるのか。すごいね。1シーズンで3キロも伸びたってこと。プロスピやっぱり成長するの早いですもんね。ナイスボール。最高だぜ。4番青松。ちょっと打順見てみていい？打者データ。いやー、すごいね。4番にあえて青松を入れるっていうのがね。まあ別に全然悪い選択ではないと思いますけど。まあ個人的にびっくりってやつですね。2球目は何で来るか。やっぱストレートがいいね。ストライクを。そう。このピンチ。いや、食いつき方が半端じゃなかったね。さあ打っていこう。前。よし、いいよ。お、いい感じ、いい感じ。いい投手戦ですね。いや、平沢くんすごいね、本当に。よく、こう、ソロホームラン打ってくれるよね。動画の中でね。ザ・ソロムラン。ミスター・ソロムランってやつですね。そうだね、前進かな。よし、ナイスボール。もう一個行こう。なるほど、そうです。ストレート打った。いやー、取れないか。帰らせないよ。ホームに送球。オッケー。これで5試合連続安打。いやー、そこで打ち取ればよかったな。ここ慎重に行きたいところですね。ナイスボール。嫌な予感しかしねえなー。よし。
バッターボックスの清田、今シーズンインハイの外した打率は2割、よし、これでフォークボールが効くはず。ちょっと率は物足りないですが、完璧なボールだぜ。期待できますからね。ここもいやー危ない、フォーク、はい、プレー。これでフルカウント、振らないか。ここは逃げずに勝負球で行った方がいいですよね。スライダー、いやーやられた。サードランナーホームイン、勝ち越しのランナーが3塁を、止めるべきだったかな。バッチ、いやーやられたね、気持ちよくやられた、くっそ。いや岡田くん、ま、いいピッチャーだけど僕の操作が悪いね、ま、今のはね。食いつくよ、絶対食いつく。ここはあっという間に追い込んでいます全然食いつかなかった。ナイスボー、空振り。ここはランナー、青松は青松で勝負すればよかったか。お、いいね。いやー併殺、併殺か。いやー角中にバントさせるとはなかなかの、いや全然チャンスは作らない。やっぱりあの打撃陣はちょっと厳しいか。まあ本当に主力今日は休ませてますからね。いやでも底力見せてほしいな。高め、よし、カーブ、152キロ、よし、セカンド取った、ケイ、一塁アウト。今日岡田選手今日は結構ピンチ作るね。いや怪我してるキャッチャーを使うってなかなかすごいよね、一番疲労しそうなの。そうだね、カーブで様子見よっか。よし、ラッキー。うん、ダメだね。お、ラッキーラッキー。ゲッ、ヒットが打てないね。まずヒットが出ない。さあどうなる。お、いい感じだよ。ゲッ、しんどいか。いやーまたピンチだね打席には。いやー流れ的には良くないね。多分おそらくチャンスが来てもあと1回かな。だからここで点を取られると最悪ですね。ここはどうしてでも抑えたい。ナイスボール。こういう場面で初球からストライクを入れられるのは、ナイスボール。いいね。そうですか。ファウルです。無球。右打ちを阻止するためには。オッケー、ナイスボール。なんか食いつくと思ったんだよね。いや全然岡田君悪いピッチングしてないからね。援護してほしいな。援護してほしいとかヒットを出てほしい。154キロです。ファウルです。どうだろう。インコースに行ってるせよか。今シーズンの得点圏打率は、これでカーブは効くはず。4輪となっています。いやマジかー。ワンバウンドヒットになった。いやそれはクルーズに負けた。ボールは中継。ナイバッチ。クルーズナイバッチ。いや本当今栗山の監督みたいな動きした俺も。うわーって感じでしたね。やられた。まあ動画で結構練習やったんで、やっぱりこう永遠勝てるわけじゃないんかな。なんかうまいことなってる気がします。別に何かしてるわけじゃないんですけどね。おっ、よし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 、こういうの待ってたよ。やっとバッター操作だぜ。いや平沢君本当にいい成績だよね。もしかしたら本当に1年間出せばこんな成績残すかもしれない。いや打てばよかったかな。甘かったじゃあ甘かったよね。ファウルボールです。ナイスボール。平沢今シーズン得点圏での打率は3割。うまい、インサイド打った、ボテボテ走れ、一塁や、次誰、勝利。さあ打つよ、森本が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、ゲイ、チャンスは続きます。さあ絶対打ってやるからな。つけないのは痛いですから。危ねー、何今のカーブにしてやたら曲がったね。あーもったいね。流すよ俺、流します。流したけどくっそ、バツで打てやがったな今のボールは。やられた。いやもったいないな、いいチャンスだったのにな。お、素晴らしい、作れチャンスを。よし、いけ、吉野部いけ、相手いいピッチャーだけど、お、いえ、さすが平野さん、こういうの待ってたよ。さあガッツのホームランで、ね、同点だな。うん、オッケー、大事な場面
だと思いますよ。対ピンチ対左バツだからね。まあ、初球から積極的に積極的に行こう。4番に回すよ、しっかりと。ですかね。あーじゃあ高く上がった。ここはフライになっています。いやー個人的には捉えたつもりだったんだけどね。うまい。吉田さんは？いやいい成績だね。こんだけ打ってくれたらもう1軍の選手もニコニコだね。うん、監督もね。いや長打力上がってるよ。この打席はしっかりランナーを返したいですよ。よしよしよし。なるほど、そうですね。さあ来い。ストレート打った。やられた。ピッチャー取った。いやー今日はもう普通に負けた。もうなんかこう普通に負けた。あーやられたね。やっぱり難易度も高かった分簡単にやられちゃった感じはありましたけど、悔しいなぁ。やられたぜ。悔しいなぁ。やられたね。いやでも面白かったんじゃないかな。しっかりチャンスもいいところで作ってくれましたしね。まあ僕が一本出せなかったっていうのがまだまだ力不足なのかなと思いましたね。うん。ということでね、次回がおそらく、公式戦というかね、シーズン中の動画は最後になると思います。ここでね、このオリックス戦取って終わりたいと思います。それではね、ご視聴ありがとうございました。また次回を見ていただけたらと思います。それではね、そうすけでした。さよなら。